えー、皆さんはいかがお過ごしでございましょうか南風チャンネルでございます。で今回はですね、えー、いわゆるリンプロジェクトさん、えーね、あの自転車用のウェアとして、ね、非常に意欲的な作り方をずっとされてらっしゃいますけども、そのリンプロジェクトさんプロデュースのなかなかナイスな、えー、ウェアですね、をご案内いたします。<laughs> まあね、うちはあのお店来ていただければ分かりますけど、 まあ、試着室もないぐらいの狭いとこなので、いわゆる、あの、ウェアですね。本ちゃんのやつじゃなかなか在庫ができないんですけども、こういう手袋ですね。とか、これは靴下ですけども、これに関しては、あの、リンプロさんのいくつか置かせていただいてますが、これはあの非常に素晴らしいですね。で、何がいいかというとですね、この和紙繊維って出てますけども、ここの繊維が非常に速乾性が高いというところが素晴らしいという評価を得ております。 で、実際私、あの、これのこっちの方ですね。こっちじゃなくて、実はこっちを、えー、使っております。でうちのブログなんかね、よくご覧いただいている方でしたら、ご理解いただけると思いますけど、私は、あの、実は、あの、駆け足ですね。ジョギングするときに、えー、実は草履を履いて走る習慣があ,のありまして、それで走るんですけども、ちょっとね、あのー、路面が濡れてたりとか、いう,ような時に、このね、股がついてますけどね、この旅のような、 靴下を履いて走ってると、えー、濡れてもね、そんなベタベタする感じがないし、乾きは早いし、これ非常にあの重宝しておりますで。それと同じことが、こっちの手袋でもね、起きるわけでございまして。 で、こっちの方はね、うちで本当に主力というか定番で置かせてもらってますけども、使ってらっしゃる方とお話をするとですね、まずフィット感がいい。まあね、これは本当にフリーサイズなので、よほど手の小さい方でなければピタッとフィットするようになってます。で、その上で、やっぱりあのー、汗の乾きが非常に早い。で、肌触りがの、なんて言うんですかね、ザラザラとまでは言わないけども、さらっと、常にそのさらっとした感じが維持されて、あのー、非常に、あの、�き心地が、付け心地がいいそうです。 でその上で、えー、なんか和紙って言うとすごい弱そうですけども、実は和紙が織り込まれて、えー、ね、あの、河川で本棒になってますので、だから実は耐久性が非常にあって、これ洗い替えで2、3枚持っといて、どん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 ね、使い回して、えーえー、一シーズン、まあ、北海道の場合は、えだ、ー、い、まあ、大体4月から10月、11月ぐらいまでですけどね、その間ずっとこれでやってるんですよ、という方もいらっしゃいます。で、寒くなってきたらこういった指付きのタイプもありますので、 これうまい具合に使っていただけるとですね、えー、あなたの自転車ライフが非常にイケてるものになるような気がいたします。